これより特別始球式を行います。今日の特別始球式は YouTube チャンネル岡田の声で様々な出会いに追われ続ける本劇は野球フライパン野球総理者で港区ガチール3万7000点ごと港区の虎こと岡田コーナスです。関西の地上波で構成された岡田の声で馬の気分は視聴率1位を取り上げる。さらにポッドキャスターを始めるポッドキャストは日本ポッドキャスターの1位を獲得されました。またガチさんは女優に続くとして大きな映画やドラマ CM にも出演 SNS のソフトバースには10万人を超え